ウェストポイントはアメリカ合衆国アラバマ州カルマン郡に位置する町である。2000年現在の国勢調査でこの町の人口は295人である。ランシングは北緯34度14分29秒、成形86度56分35秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によるとこの町は総面積3.0平方キロメートルである。 このうち3.0平方キロメートルが陸地で、水地域は存在しない。2000年現在の国勢調査で、この町は人口295人、114世帯及び89家族が暮らしている。人口密度は98.2平方メートルである。46.6平方メートルの平均的な密度に140軒の住宅が建っている。 この町の人種的な構成は、白人100.00%、アフリカンアメリカン0.00%、ネイティブアメリカン0.00%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.00%、および混血0.00%である。ここの人口の0.68%はヒスパニック、またはラテン系である。 114世帯のうち35.1%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、64.0%は夫婦で生活している。7.0%は未婚の女性が接待種であり、21.9%は家族以外の住人と同居している。21.1%は独身の居住者が住んでおり、7.9%は65歳以上で、 独身である。一世帯の平均人数は2.59人であり、家庭の場合は2.96人である。人口の26.8%が18歳未満で、9.2%が18歳から24歳、27.1%が25歳から44歳、27.8%が45歳から64歳、9.2%が65歳以上である。 平均年齢は36歳である。女性100人に対し99.3人が男性である。18歳以上の女性100人に対し105.7人が18歳以上の男性である。この町の世帯ごとの平均的な収入は 28,295US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 36,875US ドルである。 男性は 24,821US ドルに、対して女性は 19,250US ドルの平均的な収入がある。この町の一人あたりの収入は 14,963US ドルである。人口の12.7%及び、家族の11.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の17.3%、 および65歳以上の8.8%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。